くらい倒してくれる？きらめくパンジーさん。出ねえな。あれだ。バッジをね、あれなんだよね。所定、目回しにしたいから。でパワープラスしといて、ガツン殴りでいけるかな。あ、これ多分逃げたな。きらめくパンジーさん、幻のパンジーさんとも言われているんだ。最大 HP は20、攻撃力は20、防御力は1。すぐに逃げてっちゃうから倒すのはとても難しいよ。実際にきらめくパンジーさんの攻撃を受けて大ダメージを食らっちゃうから気をつけてね。ワンチャン死ぬのでは。寝かせることできるかな。効かねえ。逃げた。さあやってみるか。スーパーチャージ。ダメージが減ったところでな、このターンは攻撃してこないんだよ。くれすぎでしょそんなくれるんだっけか一発でレベル上がったな。 BP が欲しい。これロイヤルゼリーちょっと預けてくるか。バッチ元に戻すかね。場面が多い。できるかなと思ったんだけど、
さて、じゃあ、なんか知ってるかな？よ、スーパーアイドル、いいこと教えてあげるやつよ。3つ並んでる木、あ、これも聞いたわ。キノコタウンを植え替える。引き取りに来た。とうとう出番が来た。ウルトラキノコ、お前とロイヤルゼリーを組み合わせて、ロイヤルキノコ、なんだっけ、ユウだっけかにしてやるぜ。はい、はい、まあまあ、ロイヤルキノコ Z だったわHP と FP が50回復、強い。めちゃくちゃオーバーだけどな、回復量25だもんな、HP とか。預けに来た。これ。よし。こっちまで行ってねえよな。青い実だ。あー腹減ったよ。オンマの仕事なんてやってらんねえよ。おいら腹ペコなのに。あんたなんか美味しいもの持ってたらおいら食べさせてくれない？気に入るものを食べさせてくれたらおいらあんたに内緒に通しちゃってもいいよ。青い実。青い実こんなもの美味しいわけないよ。もぐもぐ。美味しい、シュワーっと不思議な味。青いものにもいいものがあるね。おいら希望が湧いてきたよ。さあどんどん取ってくれ。おいらあんたのこと忘れられないよ。ゲートの番をしている青い花、青って海の色や空の色だね。とっても落ち着く色だから食欲も落ちちゃうって聞いたよ。本当かな？食欲減退食っていうよね。花がいっぱいだね。フラワーランドの花って道端に咲いてる花も綺麗だね。本当に。わっ、あいついるじゃん。あ、やべ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 。ジャンチャージ外す、ああ外さんでええか。ジャンチャージ S が入ればな。次々ジャンプと、ジャンチャージ外してトゲガードつけるか。なんかここにいたわ。見えなかった。トゲゾー。甲羅のトゲトゲが痛そうだよ。最大 HP は5、攻撃力は4、防御力は3。ジーマが投げつけるパイプに変身して攻撃してくるよ。なんとかひっくり返しちゃえば攻撃力、防御力が0になるから攻撃しやすくなるよ。これ次々ジャンプ欲しかったな。スーパー自身使う？自信ハンマーでいいじゃん。トゲガードいらんとね。ハッピー。自信ハンマーでいいなら、ガード外して、次ジャン、ジャンチャージ。あ、もっと上になんかあった。これはしくじったな。
キラキラ落とし。あ、もう見えねえこいつマジで。おい、どこで落としたんだよ。あれがないとお相撲さんは怒られるぞ。ああ、どうしよう。いくらでも水が出てくる。あの石がなくなっちゃったら、くもくもマシンをパワーアップできなくなっちゃうよ。この辺りに落ちてないか探してくれよ。お、あれはマリオ。おい、マリオだぞ。石を探すのは後柱。マリオをやっつけろ。そんな、俺まだここの準備が。とにかく頑張るぞ。マリオをやっつけろ。仲間チェンジ。来るよー。10ゲームだよ。雲になった怪しいカメラ。最大 HP は12、攻撃力は3、防御力は0だ。パイプで攻撃をするんだけど、パイプがトゲゾになることもあるんだよ。頑張って早く倒さないとトゲゾだけになっちゃうかも。こいつって昔も今も嫌な攻撃をしてくるんだよね。じゃあ早速手に入ったキラキラとして使っとくか。クモの顔がやばいです。ゲイ。気が気のメールだよ。マリ、ちゃんといけるのか不安だけど、マリオならきっと大丈夫だよね。ここもなんか隠しブロックとかあった気がするな。血を持った状態で、明かりを持った状態で歩いてみるか。上かい。またあれか、バラの花のいるところ。バラの花がたくさん植えてあるバラの庭だよ。バラってトゲがあって痛いんだよね。綺麗な花にはトゲがあるってバラの言葉だ。バラのことだね。あら、こんにちは。こんなところにお客さんって久しぶりだわ。私はバーバラ、バラの精よ。あなたに会えて嬉しいわ。せっかく綺麗に咲いたのに誰も見てくれなんて、見てくれないなんて嫌だもの。さあ、私をよく見て。ねえ、綺麗でしょ？はい。やっぱり、あなた正直ね、よく見て、ヒゲザのハンサムだし、あなた気に入ったからいいもの見せてあげるわ。この石綺麗でしょ？この間拾ったのよ。なんだか変な雲が乗ったやつだが落としていったのよ。ピカピカ光って素敵だから私の宝物にしたのよ、うっとり。なんですって？この石を返してほしいですって？この石がないと水田が困るの？そんなことこの私には関係ないわ。もうこの石は私のものよ。この石がないと水蓮が枯れちゃうの？それはちょっとかわいそうかもね。
スイレーンったら私より綺麗なつもりでいて時々腹が立つけど、でもそんなに悪い花じゃないわ。いなくなると私の美しさを引き立てる花がいなくなるし。そうね。この石より綺麗なものを持ってきてくれたら、それと石を交換してあげてもいいわよ。それまではお預け。自分のための庭にいるバラの花のバーバラだよ。なんだかナルシストみたいだね。自分が一番綺麗だって思ってるんだって。でも悪い花ではないみたいだよ。喋り方はちょっと気持ち悪いけどね。ひでえ。めっちゃ金増える。辛いのパン、これちょっと別に。辛いのパンですね。え、バーバラに綺麗なもの持ってこいって言われてる？まったくバーバラは綺麗なものに目がなくて、しかも言い出したら聞かないのよね。あなたとっても困ってるわけですね。そういうことなら力になりましょう。私とこの木は根っこは絡み合ってますから、私が根っこを震わせれば一つくらいクリスタルの実が落ちてくるでしょう。ぐぬぬぬ、どりゃーふぅ、あら、私としたことがはしゃない。おお、バーバラにその実を持っていけばきっと満足するはずですわ。どりゃできたよ。えい、何か見つけてきてくれた？クリスタルの実。どうよこれ。あら素敵、気に入ったわ。そっちの方がこんな石ころよりずっといいわ。じゃあ急いでこの石を水田に返してあげて。私のおかげで助かったんだってあの子によく教えてあげてね。はい。あー、うっとりにどん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 気になっていく私は怖いわ。このフラワーランドで一番綺麗なのは私よ。ナルシストって、まあでも幸せな性格だよな。自分を好んでいられるからな。自分嫌いよりはいいかもしれないな。うわー、さっき拾ったこれ使うか。ああ、水の石だわ。お願い、そこのくぼみにはめてください。おい。おい。なんでそこに乗ったんだろうな、マリオ。何も言わずにスッて乗ったよね、あそこ。ドワー。あ、水だわ、水。泉やちゃくちゃ、私はぷかぷか幸せ。お礼にこの泉で美味しい水を差し上げます。はい、どうぞ。美味しい水をもらった。キーンと冷えた水、太陽にかざすとキラキラ光る。栄養満点、水田のエッセンスが入った美味しい水を。その美味しい水をかければどんな植物でも立ちどこに飲みまくるわ。のはずなんだけど、でも今はダメね。太陽さんが出てませんもの。ねえ、そうだ、あなた太陽さんに会いに行ってくださらない？太陽さんが空に登れるように何とかできないかしら。きっとできるわ。だって水蓮が助けてくれたあなたなんだもの。水蓮なんか影の位置おかしいよ。泉が元通りになりました。私もかっこいい気分。でも太陽さんが登らなければ、結局はみんな枯れたようなものですわね。
ああ、なんて悲しいのかしら。先生、太陽の塔へ行って、太陽さんを励ますことができたら、きっと今一番辛いのは太陽さんじゃないかと思いますね。ああ、なんて優しいの、水蓮。涙が出そうだわ。シャボンの実。ここはあれだよ、あいつがいないとダメだよ。じゃあこっちか。